罰するの。ちょっと待ってください。この動画を最後まで見てから決めてください。今回は歯科治療の大変革、歯髄幹細胞移植について説明します。この治療は現在日本でのみ一般の患者様に治療可能で、国内の許認可を受けた10人程度で可能な治療となっております。東京より北、東京から北海道の間では、当院含めて2院で治療が可能となっております。長年の課題であった、取ってしまった神経をとうとう一般の患者様でも再生することができるようになりました。乳歯や親知らず、矯正時など神経の残っている歯を抜歯する場合には、ちょっと待ってください。当院なら、抜歯した歯を利用し、取ってしまった神経を復活させたり、歯がない場所に抜歯した歯を移植できる場合があります。歯の移植は概要欄に動画を貼っておきますので、そちらをご参照ください。簡単に抜歯できる歯ほど、歯の移植にも、歯髄幹細胞移植にも可能性が高まります。抜いてしまったらできません。抜く前にご相談ください。神経を取ると10年以内に 50% 以上の歯が抜歯になることを示唆した文献があります。さらに神経を取った歯は割れやすいため、割れにくくするために被せ物をします。こんな感じになってしまいます。特に前歯だと嫌ですよね。10年後に抜歯も嫌ですよね。神経が復活できれば抜歯の可能性が激減し、被せ物をしなくても良くなる可能性が高まります。概要を説明します。まず、歯の構造ですが、歯の内部には黒で示された空間があり、根の先端には穴が開いており、その穴から神経と血管が入り込んでいるのが歯の構造です。虫歯菌が黒い空間まで到達すると、内部の神経や血管を壊死させ、根の周囲の頭蓋骨を溶かしていきます。CT で見ると、歯の根の周囲の頭蓋骨が溶けているのが確認できます。抜歯の機器です。そこで CT を使用し、治療計画を立案します。感染した細菌を取る治療なので、唾液が入ってこないよう、動画でいうこの緑のゴムシート、ラバーダムというゴムを設置し、対象の歯だけを隔離し、小さな手術室のような環境を作ります。歯の内部は肉眼では全く見えないので、マイクロスコープという顕微鏡を常に見ながら、顕微鏡に作られたとても小さな器具を用いて、細菌を根気強く除去していきます。通常90分程度かかります。中が殺菌できたら、従来は再感染しないように特殊なセメントのお薬で中を密閉していました。今回の歯髄再生治療、歯髄幹細胞移植は、このセメントの代わりに培養した幹細胞を移植するのです。乳歯、親知らず、矯正用などで神経がある歯を抜歯する際、抜歯した歯から歯髄幹細胞を取り出し、培養しておけば、将来神経を取ることになった歯に対し、いつでも培養した幹細胞を歯の中に入れ、神経を復活させることができるようになりました。幹細胞を移植する場合は、内部の洗浄はより厳格です。通常の根の治療は、歯の中の細菌を減らし、封じ込めるというコンセプトなので、無菌でなくても大丈夫でした。しかし、歯髄幹細胞移植の場合は、菌がいてはいけないので、無菌にする必要があります。そのため、根管内部が無菌になっているか検査が必要です。洗浄した根管内に棒状の紙を入れ、それを取り出し、プラディア培地につけ、48時間後の色の変化で、腱基性菌の有無をチェックしていきます。ここで無菌が確認できたら、さらに厳格な PCR 検査を行い、細菌や真菌の無菌を確認していきます。菌がいた場合には菌を特定し、その菌に対する抗生剤を適用します。最終的に無菌が確認できたら、血液検査をし、いよいよ幹細胞の移植になります。歯髄幹細胞移植では、無菌が求められるため、自費の根管治療の中でも、より厳格な根管治療が要求されます。無菌が達成できたら、
いよいよ歯髄幹細胞を移植できます。早ければ1週間から4週間程度で歯の神経の再生が可能です。本当にすごいことです。当 YouTube チャンネル表でステージ3からステージ2に時を戻すことになります。ステージ1と2と3以降では歯の持ちにとても大きな差が出ます。その差については詳しくはステージ2の歯の神経を残すその恩恵はすごいという動画をアップしてありますので、ぜひご視聴ください。神経を取ると歯がもろくなるため補強のためにかぶせ物をします。しかし神経が復活できれば削ることを、かぶせ物を、クラウンを回避することができる可能性が高まります。今回はステージ3、歯の神経を取った歯の神経を復活させる歯髄再生治療について説明していきました。歯髄幹細胞移植自体は1回で終わり、経過のチェックが1週目、4週目、12週目、24週目、48週目に必要です。費用は歯髄幹細胞移植自体は前歯が60万円、中間の歯が75万円、奥歯が85万円です。別に根管治療費や被せ物の費用が必要です。症例によりますが、ざっくりと前歯だと100万程度、奥歯だと130万程度とお考えください。高額ですが、それ以上の価値があると私は考えております。神経を復活させ、歯の寿命を伸ばし、人生100年時代を健康に豊かに暮らすために、乳歯や親知らず、矯正時など神経の残っている歯を抜歯する場合には、抜く前に今一度ご一考ください。簡単に抜歯できる歯ほどご相談いただければ、今回の歯髄幹細胞移植、つまり歯髄再生治療や歯の移植に使えます。抜いたら終わり、抜く前にぜひご相談ください。では、歯科の追求。